2月1日土曜日、今日の天気は晴れ、最高気温は12度です。2月も元気いっぱい過ごしましょう。豊島情報スクエア始まります。皆さんこんにちは、加藤里奈です。2月1日土曜日の豊島情報スクエアです。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日午前11時から生放送でお送りしている豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。またご覧の時間帯で再放送をお届け中です。それでは番組スタートです。池袋にあります障害学習施設未来館対面の話題で、ブックカフェで進められているプロジェクトについてお話伺っていきます。それではゲストをご紹介いたします。未来館対面ブックカフェのコーディネーターで広報を担当されている浦沢彩子さん、そしてもう一方、暗闇本屋発掘運営事務局代表の原七海さんです。お二人、今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まずは浦沢さんから未来館対面のご紹介をお願いいたします。はい、未来館対面は平成17年3月に閉校になった豊島区立対面小学校の後施設を活用していまして、その年の10月に障害学習施設として未来館対面が誕生しました。地域の有志で構成された NPO 法人池袋対面が管理運営をしていまして、教室を地域の団体さんに貸し出しをしたりとか、講座を提供することで幅広い世代の方が学習する入り口になっていて、機会を提供しています。はい、浦沢さんがコーディネーターを務めてらっしゃるブックカフェ対面小学校の図書館使ってるんですよね。はい、元図書室を利用していまして、ブックカフェは豊島区との共同で行う若者支援事業として、若者と社会がつながる場所を提供しています。いわゆる中間層の若者ですね、が高校生から30代の若者が対象になっています。さまざまな人や地域のとの関わりを持って、自立をしてきっかけ作りをすることを目的にしています。ブックカフェでは大事にしていることが3つあります。はい、1つ、居場所、実践の機会、学びと交流という3つをコンセプトとして掲げています。はい、まず最初に居場所ということで、何もしなくてもいい場所であること、今目の前にいる本人を見ること、小さな気持ちの変化をつかみ取ることということで、やっぱり公共機関とかだとどうしても何かしなくちゃいけない場所、何かやらせるみたいなイメージがあると思うんですけども、何もしなくても本を読んで過ごしていただいたりとか、おしゃべりしたりとか、本当に気楽に過ごしていただける場所になっています。はい、2つ目が実践の機会ということで、やってみたいを逃さないこと、ペースを合わせる伴走者であること、実現するための資源をつなげることということで、コーディネーターが日替わりでカウンターに常駐していまして、若者の相談に乗ったりとか、若者がやってみたいことを拾い上げて応援したりとか、あと若者に活動の機会を提供するプロジェクトを運営しています。はい、はい、そして3つ目が学びと交流。すぐ隣に知らない世界があること、さまざまな生き方の大人がいること、人や本との思わぬ出会いがあることということで、ブックカフェには地域の方から寄贈された本が置いてありまして、その本を自由に読むことができたり、またイベントをブックカフェの反面を使って開催をしていまして、そうするとブックカフェを通常利用していただいた方が、またそのイベントを横目でやっているのを見て、新しい出会いの機会になったりとか、そういうふうに人や本との出会いをできる仕組みになっています。はい、ありがとうございます。たくさんの方の
憩いの場所、居場所になってますよね。はい、いろいろこうプロジェクトもやられてるということですが、どんなことをやっていらっしゃるんですか？はい、ブックカフェにはプロジェクトという若者の活動を支援する、あの制度がありまして、いろんな、ブックカフェを拠点にして活動する団体にブックカフェの場所を貸したりとか、イベントのサポートなどをしています。はいはい、プロジェクトは、ブックカフェを拠点に登録している団体というのは大学のゼミや若者中心の団体がありまして、今写真出てるのが実際に対面で活動している様子になっています。そうなんですね、盛りだくさんですね。はい、はい、どのようなプロジェクトがあるかも教えてほしいです。はい、例えばコスプレイベントを開催するアートンバッシュというプロジェクト、ここのバスケの写真があると思うんですけど、これ実はバスケを遊んでいるシーンではなくて、はい、対面の施設を利用してコスプレ撮影会を開いている写真になっています。そうなんですか、体育館利用してですかね。はい、未来館対面はやっぱり元小学校の施設ということで、うん、通常でも撮影の貸し出しをしているんですけれども、プロジェクトでもやっぱり対面の施設を使いたいというところがありまして、例えば今がプロジェクト一覧になっているんですけれども、はい、学生で文化祭を行う廃校文化祭という対面を使って学生で文化祭を運営するというプロジェクトだったり、はい、いろんなプロジェクトがあるんですけれども、うん、未来館対面ブックカフェのコーディネーターが企画しているものもありまして、はい、はるさんという方の運営する LGBT を中心にした対話の場作りを行っている生き心地ラボ、うん、また同じくコーディネーターの浜野さんが運営している子ども学習支援プロジェクトという子どもたちに学習支援を行うプロジェクトだったり、うん、私が運営しているのはヒューマンライブラリーという、以前この番組でもお話しさせていただいたんですけれども、女性や若者のエンパワーメント、まあ、元気になるとか励まされるような活動をしていこうというプロジェクトだったりがあります。本日ブックカフェではリストの一番上にあります蝶の道プロジェクトのイベントが開催中です。いろいろプロジェクトある中で今日もイベントやられてるんですね。はい、まず蝶の道プロジェクトというのは立教大学の安倍ゼミというところが のプロジェクトでして、池袋で自然と人の共生を目指してたくさんの生物と人が行き交う街づくりを目指すプロジェクトで、うん、未来館対面の庭があるんですけれども、ブックカフェの横にある庭に草木を植えて、やってくる蝶を通じて生物の多様性を研究しながらプロジェクトを運営してるっていうことです。はい、社会生物のイメージが多分蝶ってあると思うんですけれども、うん、はい、社会学の取り組みとして花を植えたりとかしてるのがすごく面白いなと思っています。うん、こう理科とか生物ではなくて社会学なんですね。はい、町と自然の共生ということで。うん、はい、わかりました。今日はどんなことをやられてるんでしょうか？はい、本日は立教大学のゼミの皆さんが主催のイベントでして、うん、地域の方と交流ができるイベントになっています。うん、折り紙や生き物のゲームをして蝶について学ぶことができたり、お菓子やジュースを食べながら立教大学の学生さんとお話ができます。うん、はい、ありがとうございます。改めてイベントについてお伝えします。ただいま真っ只中ですね、開催中ですね。はい、今日の11時今から午後の4時までやっています。事前の申し込みは不要で入退場は自由です。未来館対面ブックカフェで開催中なので皆さんぜひ足をお運びください。はい、今日はもう一つブックカフェのプロジェクトで暗闇本屋発掘というプロジェクトをご紹介します。暗闇本屋発掘代表の原さんに来ていただいているので一緒に紹介していきます。よろしくお願いします。はい、原さん大変お待たせしました。さあ、今日は暗闇本屋発掘についてということなんですが、はい、どんなことしてるんですか？はい、暗闇本屋発掘では大人から、10代の若者に向けて送られる、10代のうちに読んでいきたい本と思いを若者たちに届ける活動を私たちはしております。はい、で普通の本屋さんとちょっと違う仕組みでやっているんですけれども、こう部屋が真っ暗なんですね。でその真っ暗な暗闇の中に若者たちに懐中電灯を渡すので、その懐中電灯の光を頼りにこうまるでこう洞窟の中でこう宝探しをするかのように、こう若者に大人がメッセージ付きで寄贈した本を、その中からその時に若者がビビッときた本をこうお気に入りのものを一冊持って帰ってもらうっていう風な仕組みでやっております。はい、
新しいですね、はい、でその寄贈された本は、若者、今画像出てるんですけれども、はい、大人がこう寄贈した本っていうのが若者の手に届くと、こう若者がその本をなんで手に取ったのか、持って帰りたいと思ったのかっていうのをこうメッセージに書いて、それをこうメールで送るときに添付をして大人の方に発掘されましたというお知らせもお送りしてるんですね、っていうのが、まあこの大人と若者のこう循環を私たちがお手伝いするっていう本を通じた出会いだったりとか交流っていうのをこの仕組みを通じて実現させようと思ってやっております。はい、はい、大人が本を発掘に寄贈して、はい、発掘に来た10代の若者がそれを暗闇の中で探す、はい、そしてお互いメッセージのやり取りがある。そうです、そうです。合ってますか？合ってます。はい、はい、新しいプロジェクトでワクワクしてきますが、うん、原さん、このプロジェクトはこうどういうきっかけで始まったんでしょうか？はい、もともとこの暗闇本屋発掘という仕組み自体が新潟の鶴橋ブックスという本屋さんの地下で始まったものなんですね。で今ちょっと鶴橋ブックスさん閉店されてないんですけれども、うん、その地下でやられてた暗闇本屋発掘の企画がこう NHK さんに取り上げられて、その全国で放送されたっていう番組があったんですね。でそれを見た東京の町の本屋さんの社長さんが、この企画素敵だからぜひ10代の若者と大人をつなげるこの本屋さんを東京でもということで、東京にこの企画が持ってこられたっていうのが最初の始まりなんですね。で、まあ、そもそもなんでこの若者と大人を本を通じてつなげるっていう活動が始まったかっていうと、こうやはり若者っていうのは家と学校と部活とこう自分でこうコミュニティを選べないっていうところが、まあ、あると思うんですね。でそれが本っていうものと大人とこう出会えるきっかけがあるっていうところから、うん、こうそのコミュニティ何か自分の中で違和感だったりとか、うん、こうもっと違う価値観がある人と話してみたいっていうふうに思っててもなかなか飛び出すきっかけがないっていう子に、本を通じて新しい視点だったりとか、今いるコミュニティだけじゃなくて、今いる考え方だけじゃなくて、いろんなもっと視野の広いものがこの社会にあるんだっていうことを届けられるきっかけがないかっていうことで始まったのがこの活動なんですね。はい、本を通して若者が大人と新しいコミュニティを築ける、うん、はい、あ、そうですね。はい、浦沢さんもうなずいていましたが、はい、ね、対面のブックカフェとも重なる部分ありました？はい、未来館対面は対面の全体ではすごくいろんな世代の方が来ていただいていて、うん、ブックカフェは白さんみたいな若者中心のプロジェクトだったり、若者が、若者が活動する場所にもなっているので、うん、そことの交流が生まれるっていう意味ですごく人との本との出会いっていうことも含めて、ブックカフェと相性のいいプロジェクトだなと思っています。うん、はい、本を通じて人とつながるという面でこう重なり合ったんですね。うん、はい、はい、そう、原さん、その未来館対面でも何かこうプロジェクト展開などあるんですか？はい、今春未来館大名さんの一角をお借りして、うん、暗闇本屋発掘のオープンもさせていただければと思ってるんですけれども、その前段階として、うん、こうやはり豊島区の方から寄贈いただいた本を10代の地域の若者たちに届けたいっていう思いがあるので、うん、地域の大人の方からの寄贈本も今募集してるんですね。はい、でそれを、持ってきていただくイベントっていうのも開催する予定になっております。はい、はい、それが、本の魅力とともに若者に伝えたいメッセージを本と一緒にこう持ってきていただいて語り合う読書会っていうのを開催しています。はい、今出てるやつですね。うん、10代に手紙を届ける読書会っていう風なイベントをやらせていただいております。はい、はい、こちらまず真ん中にある本、はい、こちらは大人から10代に届けられる本。はい、はい、そうですね、ちょうど本で新刊で売られてる帯部分に大人の方がメッセージを若者に向けて書いていまして、それを貼り付けている、これが画像の写真になっていますね。あ、こういった本が、下のところの黄色いところ、こういった本がこう店内に並んでいるんですけれども、はい、なるほど、手書きでメッセージがありますね。はい、はい、そうなんです。うん、またこの左上の大人が集まっている写真が、はい、読書会の様子でしょうか？そうですね、これがちょうど若者に向けてメッセージを書いている風景になります。あ、そうなんですね。はい、大人同士も交流がありそうですね。はい、そうですね、読書会に来ていただける大人さんは皆さんこうやっぱり本すごいお好きな方が多いんですけれども、うん、やっぱり10代に届けるという視点で本を選ぶとまた違ったこう視点で新しい気づきとか学びとかが本を通じて大人たちもその交流をしている、つながって視野が広がっていくっていう場になっているなと感じてます。うん、確かにこう今の私20代ですけれども、はい、
この本が好きだと思ったところで、じゃあ10代に進めてこう何を感じてもらえるのか、逆に何も感じてもらえない可能性あるんじゃないかとか、いろいろ自分の本棚を想像しています。そうですね、はい、久しぶりに手に取った本を持ってきましたって方もいて、すごい嬉しいですね。具体的にどんな本を見て、あ、これ面白いって思った、はい、ありますか？あ、私の印象に残ってる本ですか？そうですね、まあ、やっぱり名著と呼ばれる本はやはり何冊も寄贈していただくことが多いんですけど、はい、星の王子様って有名な本があると思うんですけれども、はい、こうやはり同じ本を持ってきていただいた方がこう、バッティングすることとかがたまにあるんですよ、読書会で、はい、なんですけどやっぱその本っていろんな言葉がある中で、その人が響いた言葉っていうのが人それぞれ違うので、同じ本でも、あ、この人はこの言葉をこういう経験に生かして今のこの人がいるんだっていう、その背景が本から見えてきて、全然人によって違うので、そこが面白くて結構印象に残ってます。同じ本でも進めるポイントが違うって、浦沢さん面白いですね。そうですね、やっぱ同じ本見ても受け取る感想も違うし、伝えたいメッセージがまた皆さん違うんだなと。それぞれの大人からのメッセージ、私も20代ですが受け取りたいな。お見学も20代の方買っていただけないんですけど、見学は OK なので、ぜひ。わかりました、はい、見に来ていただければと思います。自分で探して本屋に買いに行こうと思います。まずはあれです、はいね、10代の若者向けですもんね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、このあとまだまだ10代に手紙を届ける読書会の話題お伝えしていきますが、まずはここで一旦豊島区からのお知らせ、週刊ピックアップをご覧ください。2月15日土曜日と16日日曜日はシステムメンテナンス作業のため、区役所3階4階の窓口業務を終日休業します。マイナンバーカードを使用してコンビニエンスストアで証明書を取得することは可能です。詳しくは区ホームページをご覧ください。2月14日と15日、区立小中学校特別支援学級の子どもたちの1年間の学習の成果を発表する第56回まとめ展が開催されます。舞台発表は15日、作品の展示は14日から15日に豊島区民センターで行われます。子どもたちの学習の成果をぜひご覧ください。豊島区からのお知らせ、週刊ピックアップをご覧いただきました。今日は池袋にあります障害学習施設未来館対面のブックカフェに関する情報をお送りしています。先ほどの暗闇本や発掘お話伺っていて思いましたが、活字離れが進んでいる現代ですし、まず大人と子どもがあんまり関わる場っていうのが少ないと思うので、本を通して人生の先輩大人から本だけではなくて気持ちももらえる、とても素敵なプロジェクトだなって思いました。ありがとうございます。はい、PR というかいろいろメッセージあると思うんですけれども、はい、改めて原さんからパシッとお願いしてもいいですか？はい、未来館大名さんでこれから暗闇本屋発掘のプロジェクトをやらせていただくことになっているんですけれども、先ほども未来館大名さんの目的として学びと交流っていうのが挙げられたと思うんですけれども、やっぱり暗闇本屋発掘でもその本を通じて若者と大人が共にこう学びながら交流していくっていうところをすごい大切にして活動をしているんですけれども、読書会に来ていただいた大人の方も新しい本と出会って、あ、こういう考え方だったりとか視点があるんだっていうことに改めて気づけるっていうこともありますし、それの気づきを若者に届けるっていうことで、若者もその本を受け取って大人の方からの言葉と、その本を読んで自分の中でこの言葉素敵だなっていうのを持って帰って自分の経験にこう噛み砕いていくっていう、そういう循環がこの発掘っていうプロジェクトと未来館さんと一緒にやることで、どんどんこう豊島区の方ともつながりが広がりつつ、学びと交流がもっと広がっていければいいなと思って、すごいこれから楽しみになってます。はい、ありがとうございます。浦沢さん、はい、ぜひ対面を利用している方にも発掘に来ていただいて、発掘を運営しているプロジェクトの若者と交流していただいて、また10代に届けてそこが広がっていくって、そういう瞬間が本当に対面でできていったらいいなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。さあ、浦沢さん、直近でこの10代に手紙を届ける読書会開催予定あるんでしょうか？はい、2月3月も1回ずつ開催があります。2月15日
土曜日の10時から12時、10代に手紙を届ける読書会が開催されます。また3月も3月15日の1時から3時に開催があります。詳しい情報のや申し込みの方法などは暗闇本屋発掘の公式サイトをご覧ください。はい、ありがとうございます。ご興味ある方、暗闇本屋発掘のウェブサイトから、ぜひ検索してみてください。お申し込みすることができます。はい、皆さんぜひこちらご参加ください。ありがとうございました。今日お越しいただいたのは浦沢さん、そして原さんでした。お二方どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして明日の豊島情報スクエアです。明日はご覧のテーマでお届けいたしますので、お楽しみに。さようなら。